ピセットクロップですね。ラビオリといえば、あー美味しそう。と北区赤羽での2軒目です。 OK 横丁入り口に構える居酒屋若大将さんへお邪魔します。ぜひ前回動画もご覧ください。それでは2軒目も楽しく飲んでいきましょう。 GO! お品書き、品数が多いですね。ないものはないといった感じです。ホッピーセットも黒2つね。ホッピーでいよいよ加速させましょう。2階席に通していただきました。お座席でゆったりです。お疲れ様。2軒目乾杯。若大将さんとてもにぎわってます。仕事終わりのサラリーマンの方が多いですね。テンション上がってきますね。そう、あと今日は当たりです。1軒目のトンボさんもフラッと入った2軒目も最高です。お通しが美味しそうです。いただきます。ザーサイと蒸し鶏のナムルみたいな味ですね。はいはい。ザーサイもね、しょっぱすぎずにこれだけで酒進みます。ラビオリといえば、もう初めて食ったのは僕が来たかったけど、旦那さんが大好きなラビオリを発見しました。1個が大きいですね。最高ラビオリ。ラビオリはなかなか出会えないおつまみですよね。嬉しそうなこの顔、よかったね食べれて。ちゃんと感じますし、後からスパイスとハーブの香りがします。とっても美味ですね。ボリュームもある、満足な一品です。ケチャップとウスターを混ぜたこのソースがまた良きですね。ラビオリで酒進む。じゃあ中を変えて、にぎやか明るい雰囲気で酒もうまいです。ちょうどよく3杯いけますね。焼酎の量が完璧です。はい、エビカツって言う。エビカツだ、エビカツ。これは美味しいやつですね。わー、これでも絶対うまいでしょ。おソースかけてね。まず片方だけかけて、はんぺんにエビのすり身が入ってる感じの味ですね。これは美味です。グーが出ました。グー。あー、そうそう、焼き餃子を頼みましたが終わってしまいました。終わっちゃったんだね。残念。前回動画でも餃子の話はしてるんですけどね、どんだけ好きなんだって感じです。ね、2階席はこんな感じです。障子に照明もやんわり、BGM は演歌というところが雰囲気をかき立てますね。田舎の旅館の宴会場のようなね、なんか思い出しますね。あー美味しそう。初夏におでん、なかなか好きです。初夏に熱々を頬張るのも
うまいよね。これがまたね、冷たい酒が加速しちゃうんですね。赤羽にも有名なおでん屋さんがありますね。私たちの住んでいた町、王子にも有名なおでん屋さんがあります。なんとなく北区にいた時は一年中おでんを食べてました。と、実は今おでんを食べたい理由がもう一つ、これです。おでんとともにこの焼きおにぎりを食べたかったんです。うまそう。とっても大きいですね。一個一個もらおうか、じゃあ一軒目で締めを食べてるのにこんな大きな焼きおにぎりを食べます。熱々だよ。おー、熱々、香ばしくて焦がし醤油が最高です。あ、はい、おでんのおつゆは全部飲んじゃいます。なのでおでんは汁代わり、焼きおにと食べたいのです。若大将さんのおでんはあっさりしていたので香ばしい焼きおにと相性抜群。じゃあ中ね、中おかわり、締めのお米で酒を飲める私たちです。完璧な焼酎の分量です。はい、じゃあ、はい、今日は完全なるちゃんぽんですね。地元飲み感覚なのでつい飲んでしまいます。おいしいよね。私七味入れた。うん、アウト。すごい綺麗。これラビオリアゲイン。まさかまだ締めは終わっていませんでした。本日の最終的な締めはラビオリでした。嬉しそうな顔です。ラビオリ大好きなんだね。めちゃくちゃ早口になってましたね。ラビオリを語ってましたね今。赤羽でしっぽりとホッピーを飲んでラビオリを食べて幸せを感じました。よかったね。はい、お疲れ様。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価いただけると励みになります。コメントもどんどんお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。リクタビでした。またね。